岩佐が実つは、日本の実業家、銀行家、経済同友会代表幹事、安田銀行常務、富士銀行頭取、経団連副会長、日本新造財団会長、1976年訓一等随法賞、1986年訓一等、極日大受賞受賞、日露戦争で黒木第二軍の参謀を務めた島田義五郎の次男として、 東京で生まれる。外戦後に実った子ということから、外見と名付けられた。大学卒業前に、日本工業銀行理事を歴任した岩桜の、養子となる。大橋光夫は女性。豊島市マシ付属小学校、改正中学、旧正に校を経て、東京帝国大学法学部を卒業。横浜商金銀行への入校を志望したが、叶なわなかったため、 1928年に、富士銀行の前身である安田銀行に入行。初認知として、小舟町支店に配属となる。金子江戸取りの引きによって課長に就任してから、わずか2年半で常務に昇格。住友銀行系列であった丸紅に融資構成をかけ、富士の融資金額が住友を上回ると丸紅に、経営不振であった高島や飯田との合併を持ちかけた。 そして、マルベニーダを誕生させたことで、広くその手腕が認知された。1963年に、頭取に就任。翌年後半から1965年にかけての、証券不況の折には、日本共同証券の設立や山市証券の経営危機器を、金融当局等と連携し対応して、事案処理に奔走した。また、1966年には、 入試系列の社長会である扶養会を結成、扶養グループを発足させた。この墓、1965年から全国の新入学児童に黄色の腕章を送る交通安全キャンペーンを始めた。1971年に会長となり、1975年に相談役に退いた。在会活動でも活躍し、1958年から、 経済同友会代表幹事を務め、木、川田和隆、井上秀則とコンビを組んだ。また、アメリカとの貿易悪化を懸念する、国際派財会人が結成した、日米財界経済協議会の代表セワニーに、選ばれ、日米民間経済人の交流にも尽力した。2001年に、廃園で死去。去年95。富士銀行主催のお別れの会が、 ホテルオークラで開かれ、多摩霊園に埋葬される。日本の人脈財界168位は佐賀市中、読売新聞1971年8月19日。ABC、日本の人脈財界169位は佐賀実家、読売新聞1971年8月20日。私の履歴書、大橋光雄。日本経済新聞、https。 www. 日経 .com アーティクル弱素 12672880Y 7A200C1BC80002018 年6月2日閲覧改装80年グローバリストの目 P21P25P32 改装80年グローバリストの目 P41 ハット AB 岩佐義真氏死去 読売新聞2001年10月16日経済同友会ありがとうございます。